はい、ライカリペアサービスです。はい、今回は初心者の方からのご質問が多かったバルナックライカの使用方法についてご簡単にご説明したいと思います。はい、まずはエルマーとかズミタールとか振動式のレンズの場合でご注意していただきたいのが、こちらの振動しているのをしっかりと引き伸ばして、これでロックしているかどうかの確認をお願いします。これがしっかりロックしてなくて、このような感じで中途半端なままで写真を撮影されますと、すべてピンボケ状態になってしまいますので、せっかく撮影した写真が台無しになってしまいますので、こちらは振動のレンズをお持ちの場合はこちらはしっかりとご確認ください。こちらでもうロックすればもう奥に振動しない形になりますので、はい、はい、こちらを確認したら、まずはこちらの巻き上げノブですね。こちらで矢印方向に回していただき、回らなくなるところまで、カチッというところまで回していただきます。そして、まずは自分の撮影したい、どのような状況で撮影するかにもよりますが、シャッタースピードを選んでいただきます。まずはこちら100なら100。200なら200で、こちらの矢印のところに数字を合わせます。そして次がこちらですね。これはエルマーですけど、他にもエルマーとは他のレンズでもちょっと違うことがありますが、絞りを調整していただきます。自分がどのような明るさで撮影するのかという形、これでまずはだいたい 6.3 とかこの辺ですね、で調整していただきます。そして巻き上げて終わったら、あとは1枚目の撮影の時にこれフィルムカウンターを0に合わせていただきます。この矢印を0のところに合わせていただきます。はい、それで次にこちらの左側の窓ですね。こちらでピント調整ですね。二重に像が見えますので、これが二重の像がぴったりと合うところで、こちらの距離計をで調整します。こちらですね、今どれくらいの距離になっているかって、こちらのメモリで分かるようになってますので、はい、こちらの二重像がしっかり合って、こちらで画角ですね、どのような構図になるか確認いたしまして、あとこちらの視度調整ですね。自分の視力に合ったところで、じゃあしっかり見えるところで調整してください。それで全部すべて問題なくなければ、こちらのリリースボタン、シャッターボタンですね。こちらで、はい、これでシャッターが切れることになりました。はい、以上です。フィルムカメラの場合は、まあ、こればっかり何度もいろんな経験をして、自分で露出とかを覚えていく必要がありますが、それも楽しい工程ではありますので、どん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 撮影されまして、いろいろ試してみて失敗もしてフィルムカメラを楽しまれてください。それで使用する上で何か不明な点、わからないことがありましたら、ぜひお気軽にご連絡、お電話をしてください。はい、以上バルナックライカの使用方法のご説明でした。ありがとうございました。